クリッツ・リーガーは、オーストリアの指揮者。オーバー・アルト・シュタットに生まれる。プラハ、ブレーメンでの指揮活動の後、ミュンヘン・フィルハーモニー還元楽団主席指揮者。保守的な演奏家として知られた。ナチトーインでもあった。ボンで亡くなった。彼は、プラハで音楽教育を受けた。プラハのドイツ音楽アカデミーで、フィデリオ・フィンケの学生となり、音楽を専攻した。 1931年にリーガーは現在のプラハ国立歌劇場の前身の歌劇場のソロレペティートアとなり、1934年にはその第二学長となり、1936年には学長となった。1938年には新しく創設された放送局エルベカハンのエルベの音楽監督なり、1939年から1941年は、 エルベカ藩のアオシヒの国立歌劇場指揮者となった。ミュンヘン条約とドイツ軍によるチェコの占領の後、フリッツ・リーガーは1940年6月10日、申請、同年7月1日付で NSTP の党員として8.2427-679の登録番号で登録された。1941年にはブレーメン歌劇場の音楽監督に任命された。 第二次世界大戦の後、1947年に、ピアニスト兼指揮者として、西ドイツのマンハイムの国立劇場の音楽監督になった。1949年には、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を引き継ぎ、フェリックス・ワインガルトナーやオズワルト・カワスタや、ハンス・ロスバウトといった有名な前任者の後を継ぐものとなった。 ミュンヘンフィルにおける彼の音楽監督の時代は1966年までの17年間である。ミュンヘン国立歌劇場における客演円式及びミュンヘンフィルの数多くの世界中でのコンサートでリーガーはダビッド・オイストラフ、ヘルマン・プライといった有名な演奏家や歌手たちと共演した。1959年12月15日に彼に対し バイエルンの功労賞が授けられた。業績が承認されて、フリッツ・リーガーはその上、1966年にはミュンヘン氏から名誉金メダルを、1976年にはドイツ共和国連邦から功労十字街勲章を受けている。1971年から1972年まで彼はオーストラリアでメルボルン交響楽団の主席指揮者だった。 彼は1978年に死に、ミュンヘンのノイハオゼンの墓地で、墓番号5から1から2の墓に埋葬された。以上のように書いてある、ドイツ語記事より翻訳しました。ありがとうございます。